皆さんこんにちは。今回はカルダノと XRP の最新ニュースとして資金流入について紹介します。仮想通貨市場は先週ビットコイン ETF の発行による米国での大きな動きに沸きましたが、その影響は他のコインにも及んでいます。特にカルダノと XRP は資金流入と価格上昇の見通しで注目を集めています。カルダノは先週610万ドルの流入を記録し、年初からの数字は1100万ドルに達しました。これはビットコインとイーサリアムに次いで3番目に大きな資金流入を誇っています。これはカルダノが前例のない資金流入の急増を経験し、わずか1週間でADA指向の投資商品が 1016% という驚異的な増加を記録したことを反映しています。この投資の急増はカルダノにとって極めて重要な瞬間に起きており、最近ではカルダノは2月現在までに5000以上のスマートコントラクトを追加したというトピックもありました。カルダノの勢いは否定できません。ただし暗号アナリストのアリシによると、カルダノは現在 0.54 ドルから 0.56 ドルの間の恐れるべき障害に直面しています。このゾーンでは約5万のアドレスが約20億ドルのADAを保有しています。この抵抗を克服できれば 0.68 ドルに向けた強気の動きへの道が開かれる可能性があります。一方 XRP も30万ドルの資金流入を受け取り、2週連続で機関投資家からの流入がありました。先々週は10万ドルの流入がありました。確実に資金の流入が続いています。全体としてXRP の年初から現在までのフローは合計400万ドルです。 XRP は時価総額で6番目に大きい仮想通貨であり、米国証券取引委員会 SEC との訴訟にもかかわらず1ドルを超える可能性が高まっています。マイルズ・フランクリン・プレシャス・メタルズ・インベストメンツの社長兼最高経営責任者であるアンリ・シェクトマン氏は、XRP が最小限のリスクで富を蓄積する一生に一度の機会を提供すると示唆しました。彼は XRP を財務ピラミッドの頂点に位置する戦略的投資として位置づけており、並外れた利益が期待できると考えているようです。シェクトマン氏は世界経済の変化に適応する必要性を強調しており、この枠組みにおいて XRP は巨額の富を獲得するための有望な投資手段であると見ています。彼は XRP の価値に関する知識が限られていることを認めているにもかかわらず、個人が大きな経済的リスクを負うことなく金持ちになる機会としてそれを考えています。カルダノと XRP は仮想通貨市場での資金流入と価格上昇の見通しで注目されています。技術的な革新や法的な課題に直面しながらも強力なコミュニティやパートナーシップを築いています。今回はカルダノと XRP の最新の資金流入について紹介しました。少しでも参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Thank you.